もうこのパターンもあれば、あ、罵倒とかもいいな。罵倒。君、私に罵倒されるの好きなんだって？しょうがないな。今日もたくさん罵倒してあげる。で、なんて言われたいの？そんなんでいいんだ。ほんと気持ち悪いね。気持ち悪すぎて鳥肌立っちゃうよ。こんなのがいいんだ、変態。このド変態。キモすぎ。本当に無理なんだけど。こっち見ないでくれる？ちょっと今スピーカーの人、困惑してるかな？やばいってなった？まだいける？会社の人聞いてください会社の人